どんでもいいエフェクトに時間かけてんじゃね。ほっ。なんだこれ。ひらがなで喋ってるじゃねえか。これが今回のプレゼントじゃよ。ひらがなだと君の乱暴なトークも若干マイルドじゃな。ひらがなでトークとかマイルドとか昭和の喫茶店か。意外なホルホルからのツッコミじゃな。ただでさえ古いホル古いホルも向いてると太って言われてんのに、こんなのばっかりじゃねえか。うむ、痛いところをついてくれるわい。これは単純にカタカナをひらがなに置き換えとるわけだから、逆にカタカナは出せなくなるんじゃよ。いまいち迫力が出ねえぜ。そこは先人の知恵じゃよ。普段使わない記号や英語の小文字にカタカナを割り振ればいいのじゃ。簡単に言ってくれるぜ。あまり欲張らず必要な文字だけ使うのがコツといえばコツじゃな。こういう時付属のチャーエディターが役に立つのじゃ。あれ CHRED って書いてチャーエディターって読むのか。普通キャラエディターとか略してもキャラエディとかじゃねえ。英語というかカタカナ言葉ばっかりじゃな。確かにカタカナも必要な気がしてきたわい。本当はできるだけカタカナを使わない文章を意識して書くのも一つのコツなのじゃよ。